さいね。結構うるさいよ。今日急に呼ばれたんですけど、はい、何のイベントか分かってないですよね。何ですか？トットです。イベントで、ね、ちょっと説明が足りないです。ちょっととりあえずローマの王子様中田と一緒になってた、なんかトッティが日本にイベントで来てるんです。それで僕は知り合いを通じて今日 MC をやらせていただくことになったので、トッティあの時どうだったの、日本の印象どうですかとかいろいろ聞きたいなと思って。あ、お仕事ってことですね。お仕事です、そうです。あ、なるほど。お仕事。ついでに、ちょっと回させていただいているという。はい、あ、ぜひ、そうです。いいんですか？よく分かってないですけど、大丈夫じゃないですか。もういるってことは、取るしかないってことは。改めて思ったのは、スペイン語は結構できるんですけど、イタリア語勉強しないといけないなっていう感じなので、明日からまた勉強しようかなっていう。やっぱ言葉が大事だなっていう。やっぱ学ぶ心が大事かなっていう、そう思いました。さあ、トッティからサインをいただきました。本物ですよ。これでしょ。 T シャツにもですね、見てください、これダイヤモンドの上に T シャツ、トッティ、フランチェスコって書いていただきました。え、本当にいるんすか？楽しみにしてくださいよ。だから今そこでサインいっぱいやってて、120人、5万円から10万円払った人は全員サインできるんですよ。だから1時間半ぐらいかかるんで。怒られますか？これ持ってちゃう。突撃は持ってない。ありがとうございます。じゃあ、取っている？じゃあもう。ローマにしたんです。はい。茶番ですか？ああ、いっぱいか。こちらでお待ちください。はい、これさ、ダメじゃないですか。トティ、グラッツェ。グラッツェミンネ、トティ。チャオ。これやったらやばいから。結構面白くないですか？赤と黄色どっちですか？絵的にどっちですか？赤と黄色。赤の方がなんかキャプテンマークっぽいですよね。トティ、これ1個あげようか。面白かった。これ何って言ったら、トッティってキャプテンのイメージだから、キャプテンとはどういう感じですかって持ってこうかって今考えてます。キャプテンとどういうふうにまとめないといけないのか、それ中田問題あったのかっていうのを聞こうかなって、攻めるんですね。では続きまして、なんと私と一緒に司会進行をしていただけるもう一人の一風ゲストをご紹介させていただきたいと思います。岩本テロさんの入場です。よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。トッティさんと言います。トッティの呼びやすいですよ。いつかトッティって皆さんちょっとお願いします。トッティ、トッティさん、フランチェスコ、フランチェスコがいます。中田は何と呼んでましたか、ちなみに。あ、カプターン。じゃあカプターンと言いましょう。カプターンと言いましょうか。これキャプテンマークなんでかというと、カプターンはキャプテンさんで、それでつけてきました。わかりました。あと、もう一人今日はスペシャルゲストとしまして、ドリブルデザイナーの岡部さん、皆さん拍手お願いします。トッティ大好きということで、カピタンですね、カピタン。いくつか質問したいということなので、ぜひよろしくお願いします。はい、皆さんも聞きたいであろう質問で、トッティが選ぶベスト11。ボッファー。カフー。Destro, il sinistro, il sinistro, Candela, Maldini, Nesta,
Italia è reparto, reparto difensivo, eh. Reparto offensivo è. Non ce la dai a partire della Melaito. Ma devo sentire. もし私のトッティに今のトッティがアドバイスをするとしたらどんなことをしますか？allora, se dovessi dare dei consigli, innanzitutto gli direi di divertirsi. Il calcio per me, per quanto riguarda me, se non hai la passione non puoi fare il calciatore. Se non hai la passione non puoi fare il calciatore. Quando hai tutte queste cose, allora hai un obiettivo. じゃあ、ここからいくつか僕質問させてもらうんですけど、このメンバーだったらどのようなサッカーしたいですか？イタリアにソラミンテラマーニャ。戦術いらねえぞと。もう勝ち。見せるべらけあれやろうよ。あとは、特に中盤この3人、フリーキック蹴る人がいるんですけど、誰が蹴りますか、ここは。ジダン、トッティ、メッシがいますけど、フリーキックの時に。あのアゴンか。a giro una volta ma dai penso potrei sedere tanto 85 minuti saremo dentro le rigore già Messi Totti Giba Totti ma c'è senza numero 10 100 mettiamo 100 次にですね、トッティさん、そして超攻撃的左サイドバックのフランタさん、そしてアドリブルデザイナーの岡部さんがいらっしゃるということで、この3人でリフティング対決をしていただきたいと思いまして、制限時間を30秒、その間に何個にリフティングができるか。15秒分かりました、15秒のうちに何回リフティングができるか。まずは岡部さんのチャレンジです。それではいきます。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、33回です。それでは山本さん。チャレンジスタートです。よろしくお願いします。いきます。せーの。あ、なるほど。カメラが上がりました。はい。それでは、いきます。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、34! レジェンド、トッティさん、よろしくお願いします。じゃあ、スタートといったら、お願いいたします。それではいきます。レディー、ゴー！ 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、31！優勝は
ナオさんです。おめでとうございます。みんなトッティさんに憧れてたんで、ラッキーよ、ラッキーよ、またシャモンです。本当ですか。知らないでしょ。だから最初はそこまでローマには興味は持ってなかったんですけど、やっぱり中田がベルマーレで1年目からずっと一緒にやってたんで、3年間半ぐらい一緒にやってたから、やっぱ彼を追いかけてながら、それを見ててトッティを知って、わすごいいい選手だなっていう。全然情報ね。いつも日本国内でプレゼントです。はい。セデンが熟考。それでもトッティさんはキャプターね。キャプターのはずっとローマでしたけど、あとこれを聞いていいのか、一回レアルの噂がありましたけど、なんでそこを移籍をしなかったのか、多分いろんな条件的には良かったと思うんですけど。Sì, è vero.È vero che nel 2004 ero molto vicino a Real Madrid, però poi l'amore per la città, per la squadra, per i tifosi, per il contorno, per l'emozione che mi dava questa città, non ho preso in considerazione niente altra squadra. Capitano, che in senior era molto piacevole, era il migliore allenatore che era in senior. Ho avuto due o tre allenatori che mi sono trovato: Mazzone, Zeman, e lì. Anche Capello, però diciamo i due anni della Roma sono loro due, quelli che abbiamo cresciuto e con lì abbiamo avuto un mondiale.皆さんからの質問はですね、トッティさん、喋りたいですよね。どうですか、質問したいですか。会場から3名ですね。トッティさんは、PK を蹴るときは、蹴る方向をもう決めて蹴るのか、それともキーパーを見て蹴るのか、どっちでしょうか。Inizialmente parto con un obiettivo. Poi durante quel percorso di 3-4 metri, se il portiere si muove prima, allora cambio.Però devi partire con un obiettivo, sennò è difficile. Totti さんにとって、Roma とは何ですか？あとは、Azzurri とは何ですか？Roma è una domanda facile, però. Roma per me è tutto. Non ci sono parole per descrivere l'amore che provo per Roma città, Roma squadra. È un binomio troppo...È come il cordone umbilicale della mamma. Ora, Roma では10番が決断となっていますが、10番をタッチするなら誰でしょうか。あ、トッティ。Ora faccio scherzare. Spero che prima o poi questo numero riusciamo a darlo a qualche giocatore importante che ama questa maglia, che vuole gustare questa unica maglia.僕らは21年待ちました。次回いつ来てくれますか。Sicuramente per me è un piacere avere tutte queste persone che sono i tifosi. E spero tra 20 anni quando ritornerò lui mi farà la stessa domanda. 同じことを言っていただけたらと思います。他の人よりもサッカーが得意だなって感じたのは何歳ぐらいでどんな瞬間だったか教えていただけますか。Non mi sono mai reso conto che ero più forte di Enzo, perché non sta a me decidere di dare questo parere. Sapevo che avevo un ruolo importante perché ero il capitano, però per me la cosa più importante era portare il più alto possibile la squadra. Da Roma.一番印象に残っているのがオリンピックで点取った後、セルフィーでスタンドと一緒に写した写真があったと思うんですけど、なんであれをしたのかっていうのを知りたいです。正直、レジュタンサミアが、このリオンボーカーで、テレビペッセミフィー、だけが、いいことでしょう。今、大阪、ファミリーでしょう。
quanto riguarda il selfie, penso che quella è stata l'esultanza più bella perché era molto bella. 25年間ワンクラブマンだからこそ得られたものがあったと思うんですけど、それをお聞かせいただければと思います。Ho deciso di giocare per 25 anni con la stessa maglia perché era la squadra che ho sempre rifatto, che ho sempre sostenuto, che ho sempre amato. Per me non era importante i soldi e vincere il trofeo, ma di poter vincere proprio con la squadra che ho sempre rifatto e sempre amato. Essendo capitano della Roma, era giusto che rimanesse capitano della Roma, era giusto. お知らせっぽくなんですけど、明後日なんかご飯を食べて何かするって聞いたんですけど、何をするんですか？飲みのローラー。飲みのローラー。飲みのローラー。Speriamo di non incontrare l'altra persona。Ancora la prossima volta che verrò。Chi non ha fatto le domande deve fare le domande. Un grande saluto. トッティめっちゃ面白いね。ね、イタリアのね。後ほど。ありがとうございました。ありがとうお疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか。実際トッティは初めて会ったけど、すごいイメージ通り。イメージ通りだけど、なんかあんだけユーモアなんだなって。冗談ばっかり言ってたし面白かったですよ。でもいろんなこと聞きたかったけど、でも一つ聞きたかった。あのゼロトップを編み出したのはスパレッティだったんですよ。初めてあのね、ローマがゼロトップにして、だからそれをグアウゼラもそれ真似してメッシュゼロトップにしてとかあったんですけど、それをちょっと喋ったんだけど、スパレッティのこと好きじゃなかったね。それ全然好きそうじゃなかったんで、やっぱいろいろあるのかなっていう。もっと最初にカベッロとか来ると思ったけど、基本的に守備しないんで、規律の厳しい監督はあんまり好まないのかな。なんか似てる感じがした。いろんな人のイベントを出させてもらってるんですけど、やっぱトッティのファンはちょっと熱いなと思いましたね。本当にこのローマっていうかトッティを大好きなイメージが。遺跡の話もちょっとぶっ込んでましたね。みんなで拍手してるじゃないですか。聞きたかったですね。でも聞きたいこと聞かないとね、やっぱね。はい。まあでもローマの方が良かったんじゃないですか。リフティングも。あれ優勝したけど何も出なかったね。トッティのハグぐらいだけない。皆さんお疲れ様でした。チャンネル登録よろしくお願いします。これがいろんな方が出てきますので、ね。